俳優の桐谷健太が、福田靖が脚本を手掛ける4月スタートのテレビ朝日系刑事ドラマ、刑事と検事、時々判事、で主演を務めることが9日、分かった。3年前に放送され人気を博したドラマが装いも新たに再始動。桐谷演じる元体育教師で異色の情熱刑事がパワーアップし、港町、横浜を舞台に大暴れする、2020年1月期に放送された、刑事と検事、所轄と地検の24時は、神奈川県警の刑事、中井戸豪太が地検の検事と異色バディで事件に挑む物語で話題となった。今回は通常の刑事ドラマではほぼ登場することのない判事も参戦し、サスペンスとユーモアで大人の群像劇が描かれる。豪太を演じる桐谷は、3年前と今では桐谷健太自身が変わっているので、きっと中井戸豪太も自然と変わってくるはず、狙うことなく、新たな中井戸豪太が出せるんじゃないかな、と非常にワクワクしています。とコメント、福田は、桐谷健太さんはこの3年で俳優としても人間としてもより深みが増しているはずです。刑事と検事、時々判事の中井戸豪太がどこまでパワーアップし、どこまで魅力的になっているか、今から楽しみでなりません、と述べている。